皆さん、こんにちは。紫もです。こんにちは。はい。久々の YouTube のトーク動画、おしゃべり動画になります。はい。というわけで今日はね、伝えたいことがあります。皆さん、この YouTube チャンネル登録者数が100人を突破しました。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。あのね、今、 140人ぐらいまで増えたんですけど1ヶ月ぐらい前にね100人になって本当に嬉しかったです <laughs> あの YouTube のなんかその YouTube の動画載せてる人向けのアプリに 100, 100人ですおめでとうございますみたいな来てうわーと思ったありがとうございますそしてねあの2019年の9月22日にこのチャンネルはね あの登録設立したんですけどもあのー、今年のね9月22日になんとファーストシングル「IfVampire 紫もゆ」という、ね、配信をしましたはいあのー、ちょっと意味,意味が分かんなかったと思うんですけどあのー、曲をねオリジナル曲を出しましたはいえっと YouTube の方には歌詞付きで私がカタカタカタって頑張って 編集した動画が載ってますのでそちらも見てみてくださいそしてねあの各サブスクで配信されておりまして私は Amazon Music 契約してるので、まあ、Amazon Music ってボタンを押して IfVampire 紫もゆって検索すると出ます曲が聴けますのでぜひ聴いてほしいですあのいっぱい聴いてほしいですあのねサブスク入ってないよっていう人も あの一番低い価格150円とかで買えますのであのチョコレートではなく紫もゆの曲を買ってみてはいかがでしょうかはいよろしくお願いしますそしてね今日はその曲の話をねちょっとしたくてあのお話をねしたくて今日はだいぶ動画を回しております口が回らない <laughs> はいえっとね うんとまず今年はえっと5月にねあの所属してたグループが解散をしてしまってで私もねどうしようかなって思ったんですよ。んか新しそのアイドル自体はやりたいけどなんかこれから先どうしたらいいかわからなくなっちゃって大学4年生にもなってなんか新しいグループに入ろうって思ったとしても。 まあ、例えば5月に辞めたとして、6月からま3ヶ月ぐらい経ったとして、レッスンしてってやって、そっから3月までしか学生じゃないのに、なんか、ねそんな、どうしたらいいんだろうみたいな。で、なった時に、歌は歌いたいなって思って、歌は歌い続けてたいなって思ったの。だから、オリジナル曲を作ってもらおうって。 そういう考えに至って、えっと作っていただきました。えっともうね聞いてくれた人もねいると思うんですけど、あの歌詞と作曲とあ違う作詞作曲編曲を2997さんっていう方にお願いして、もうほとんど全部をねあの一人の方にお願いする形のをお願いしたんですけど、あのねそう私が送った言葉 送った言葉あのどんな曲にしたいですかって言われて送ったも言葉をちょっと読みますねえっと恋愛をしている吸血鬼をイメージした歌詞でお願いしたいです好きだけど吸血鬼であることでの障害があって永遠にはこの恋は続かないとわかっているけれどまだこの幸せな時間が続いてほしいなという感じでお願いしたいですでえっと曲調の話 で私の好み的な話になるんだけどなんかマイナーなん,かなんかちょっと暗い感じの曲っぽいのにでも明るいみたいな曲が好きであのー、それをね書きましたえっと部分的にはマイナーな曲に聞こえるけど歌や全体的には悲しい曲ではなく明るい曲みたいな感じでお願いしたいですとね同じわがまま詰め込んでしまったんですけど <laughs> はいこういう感じでね お願いしましたそしてあと歌詞に含めてほしい言葉っていうのがありますかみたいなの聞かれて、えっと、2つお願いしたんですけど「永遠」って言葉とあと「もゆ」って言葉 <laughs> で私の名前があの紫もゆって言って、まあ、本名で「望む」って字に「結ぶ」って字で「もゆ」って書くんですけどあの、まあ、そんな「もゆ」なんて出てきたらびっくりしちゃうじゃん。もゆっっっててて言葉が他ににあって燃えるって字に ひらがなのもう言うみたいな「もう言うる愛」とか聞いたことありませんか <laughs> ねちょっと恋愛系の曲にしてもらいたかったのでこの言葉ね入れてほしいなと思ってもう初めての曲だからなんか特別な感じにしたくてあのお願いしましたそしてねあの私「永遠」って言葉がすごく好きなんですけど <laughs> あのまず吸血鬼のイメージした曲にしてもらおうっていうのは考えててね私 ーーありますでしょ <laughs> だからちょっと昔からね吸血鬼とかバンパイアとか、まあ、そういうのが好きででそうこのねそ好きなんだけど続かないって分かってるけどでも続いてほしいみたいなこれってもうなんかいろんな人間の生活でもあるじゃんそのね 別れとかも嫌だけどみたいな卒業式とか本当に私嫌いなタイプでなんかなんでこのまま永遠に続かないんだろうって思っちゃうタイプなのねだから「永遠」って言葉を使ってほしくてその2つをねお願いしましたそしたらまず歌詞とあの曲が来て「ヒエー!」ってなって <laughs> あのこれは伝えてなかったんだけど私あの楽器の中で一番ベースが好きなのね ベース音が好きであのー、本当になんに何かあるある人のライブであのベース音だけ聴きすぎてなんかあのいつもベースって左側のねとこにいるんだけどあの左の目の前を陣取って聴いてたみたいな過去があるんですけどあのそれを言ってないのにあのベースがすごいいい感じの曲になっててでしかも曲調もね私の好きななんか。 すごいなんかハッピーって感じじゃなくてちょっとなんか全体的に暗くちょっと聞こえるけどでも暗くない全然暗くないうわーみたいなもう本当にあのすごいそのままを忠実に再現していただいた感じで本当に素晴らしいですみんな聴いてくださいはいでねそう何を言いたかったんだっけそうでそれでお願いしましてでレコーディングをねあのしたんですけどマイクをねつけてねなんかそれもあの私ね その私が表現できるのってもう声しかないわけじゃんその歌しかないからあのどうやって歌おうかなって思った時にやっぱ最初だからなんか自分の素みたいな感じで歌いたかったの。であのショールームとか私毎日配信してるんですけどショールームは割とあの,あの実家なのでのちょっと静かにね歌ってるんですよ。あの裏声とか ちょっと綺麗な感じで歌ってるんですけど、この曲は、あの、何て言うんだろう、その、曲調は暗いけど明るい感じにしたいっていうその自分の気持ちもあって、その力強く歌いたかっただから表声で歌ってたね、声張って歌ってたんだけど、まあね <laughs>、大変だったね。だから、 あの配信をねいつも見てくれてる人にはなんかちょっと声が違うように感じたって言われたんですけどまああれも私なので愛していただけたら嬉しいなと思いますなのでサビの方とかはもう結構もうこのままみたいなとこも結構張って歌ってるのでぜひ聴いてくださいさああの昔そう昔じゃない最近なんだけど私音楽の大学に通っててで歌のテストみたいな時に動画をね 先生に送ったら、君の声は、なんかハスキーに聞こえるね、みたいな。ちょっと悲しい感じに聞こえるよ、みたいな言われて、なんか、あじゃあもうデフォルトがそれなんだって納得したの。その私、なんかね、デフォルトで鼻声なの。全然今鼻詰まってないんだけど、なんか鼻声にみんな聞こえてるかもしれないの。逆に鼻が詰まってる時に、みんな、なんか、今私の声変じゃないって言っても、 何がみたいな言われる感じでちょデフォルトが鼻声なので多分それのせいでちょっとね悲しく聞こえたみたいですね声質とかもそれでなのでもう私はその声で表現したかったのはその悲しいけど力強いっていうところをね表現したかったです、はい、だからあの転調してサビ最後まで行くんですけどそこはもうなんか逆に枯れてる感じそのちょっと は、張ってるけど枯れてる感じみたいなのもいいかなと思って、もうあえてあれやってるので、そう、あの、わざとじゃない、わざ、わざとです、わざとです。<laughs> そう、だから、あの、声張った部分とかすごい音割れちゃってさ、あの、そのまま提出して、その本当に申し訳ないって感じだったんだけど、あの、音質うんぬんはちょっと聞かないでもらって <laughs>。そう、あの、まあ、ほぼ私のせいなので、ぜひ。 聞いてくだあの聞いてください,あのい,ださい本当に聞いてくださいに限るねだからサビ転調してはなんかあるんですよ <laughs> ちょっと待ってねとえっとね遠い未来で離れてもっていうところがあるんだけどそこがねあのなんて言うんだろうね 一生懸命歌いすぎてなんか枯れ、枯れちゃったみたいななんかでもあの最後もう言うって出るんだけどそこはもうちょっとイェイみたいな感じで <laughs> ちょっと意味わかんないかもしれないんだけどあの聞いてちょっとね歌詞と一緒にね見ていただけるとなんかちょっとなるほどねって思うかもしれないのでぜひ聞いてほしいですあの YouTube にね載ってます歌詞も その私が編集して載せてるし多分 YouTube の概要欄の方に載ってるので見てくださいはいそしてえっと一回切るか <laughs> ちょっと待ってねはいあのちょっと時間の関係でちょっと一瞬切ったんですけどえっと今までがね曲の話で次があのねこの曲をね 出すなんてて初めての人生初めての経験でもうなんか音源だけあればいいんでしょみたいな勝手に思ってたのでまあ5月から動き出して、まあ、6月7月8月みたいに来てあの、まあ、そろそろ完成に近づいているとレコーディングも終わっていろいろしてもらってその時にあの <laughs> その私が配信するにあたって そのサブスクにリ,リリースするにあたって使いたかったサイトでそのリリースの手順を見たらアーティスト写真とジャケット写真が必要って書いてあってええー、と思って <laughs> でアーティスト写真はあの私撮影会とかもね所属してたりして、まあ、一応写真はあるんですよだからあじゃあこれはとりあえずこっちでいいのかとでジャケット写真 なんか絵を描こうかなとも思ったんですけどちょっと私の画力をね知ってる人はちょっと思うんですけど多分全力で止めたと思うんですけどちょっと絵は良くないないと <laughs> 自分で絵は良くないなとでなんか写真にしようかなとも思ったの,その自分の顔をさジャケット写真にしてるアーティストさんも,アーティストさんもいるじゃないですかしようかなと思ったけどなんかちょっといまいちわからなくてでなんかイラストレーターの方をね探してたのジャケット写真 をイラストにしようと思ってで調べてたらね出会ってしまったんですよあのスメルさんっていう方なんですけどあのー、普通にねジャケット写真とかじゃなくて普通に絵を絵絵ってかイラストを載せててえ何この絵と思ってすっごいなんかもう刺さったのめっちゃ好きと思ってでもこんな絵を描く人出会ったことないぞみたいな思ったのねでなんか あのみんな見たらわかるんだけどなんかねなんか世界観があってスメルさんの世界観がもうすごい好きだと思ってでその絵をジャケット写真にしてほしいなしてほしいなそのジャケット写真として書いてもらおうと思ってあのお願いをしてであのねみんなあのその YouTube の その真ん中にね微動だにしない画像があると思うんですけどそちらがね書いていただいた絵なんですけどマジでねあのねズームとかしてねすっごい見てほしいんだけどあのまず、まあ、お願いしたのがあの私のね自撮りの写真を送って <laughs> そうあの送ってあのこ,この人この人が吸血鬼みたいな感じで。 書いてほしいっていうのを送ってその曲の曲のジャケット写真にしたいっていうのも最初に伝えたんだけどそうあの送ってであのねうちのねたまに出てくる愛犬のワンタメちゃんの写真も送ってあのその子もねどうにかイラストに組み込んでいただけないかなと思ってあのお願いしたんですけどそワンタメの、ね、写真も送ったんだけど。 みんな見てね今もうズームしたでしょみんな手元に用意してるよねあのねまずもうどことなくもう私に似てるなって多分思ってくれたと思うんですよもう自分でもなんかちょっとえっ模擬じゃねみたいなとこあるんだけどさあのね可愛くてかわ,かわいいよねそう可愛い可愛くてあとやえばもねちゃんと描いていただいてあのねあの,その眉毛眉毛のね話もねそうあのワンタメの特徴として ダックスフンドのミニチュアダックスフンドのブラックタンのなんかちょっと下がり眉気味の子なんですって送ったんだけど <laughs> あの返信の時にあのモエ様の外見の方に下がり眉って書いてあってあまあ合ってるんですけどみたいなちょっと <laughs> ちょっと恥ずかしかった一面があってそうであのお洋服はねあのお任せお任せというかあのなんて言うんだろうこんな感じでいいですかって言われたんだけどそうあの 考えていただいて書いてもらいましたみんな見えますかね見てますよね手元に用意してますよねそれであの腰にね時計がねしてあるんですけど時計はあの私がお願いしたんですけどこれを書いてくださいっていうのにお願いしたんだけどあの曲の歌詞の中であの時計とかあの時間の話がね私があの多分お願いした時にその このまま、この時間が、みたいなことを言ったから、多分時計とか入れていただいたんだけど、時計を入れてほしくて。で、その時計も、なんか壁掛け時計とかじゃなくて、あの、懐中時計がいいなって私が思って、で、懐中時計の写真をね、送っていただいて、もうこれ、あの、私が昔持ってたのと全く同じ、なんだよね。その <laughs>、あの、そう、なん、なんて言うんだろう。 あのこれを言ってないんだけどそうスメルさんに言ってないんだけどあの普通に懐中時計を、ね、イメージしてイメージ画像を送ったんだけど書いていただいたのがもう私が昔持ってた時計にマジでそっくりでちょびっくりしたよね鳥肌が立った話そうこれはちょっとど,うどうでもいいんだけどそうであ,のあと靴にねバラを書いていただいてそう最初はあの私とワンタメの写真,写真じゃワンタメの,あのイラストを、ね、送ってもらったんだけど。 あの「靴にバラを描きました」って言われて「あのもし嫌だったらあの消します」みたいに言われてでも私バラがねあの一番お花の中で好きなんですよあのもう、ね、長年知ってる人は本当にもに知ってると思うんですよ友達もねあの知ってるレベルでもうバラが好きだって言ってるんですけど。 あのもうびっくりしてもうすごいバラも好きですみたいなでもイヤリングもねもうみんな拡大してそうイヤリングもねあのハートのがついててねもう激皮なんですよで髪の毛もあの <laughs> なんかただのくるくるじゃなくてなんか私癖毛だからこういう感じのなんかちょっとょ再現できますかみたいな言ってねもうめっちゃ無理を言ってねすごいお願いして したらもう忠実に書いていただいてもう期待以上のものをねいただいてもう本当にもうここだけで満足だったんですけどあの、まあ、ジャケ写なのでちょっとなんかあの背景が欲しいなと思ってたので背景もねお願いしててでいて、まあ、全体的に曲曲がもう先にできてたので曲になんか合わせたあのこういうねちょっとダークチックな感じであのお願いしました。あの 色味色味をね、黒と紫と赤って言ったんだよね。あとピンクかなって言ったので、まあこんな感じになってますね。そしたらもうね、もうバラをね、後ろにね、すっごい散りばめていただいて、もう見て、もうみんな見て。<laughs> あのー、手元にね、画像用意してほしいんだけど、あのー、いっぱいね、バラをね、散りばめていただいて、もう本当に素敵なジャケット写真をいただきました。そしてあのー、ロゴ、イフヴァンパイアっていう、このタイトルと、 紫もゆって私のアーティストの名前ねもうほんとにかわいいよねなんかさアンドゥートロワーって歌詞に入ってんだけど勝手にねなんかちょっとなんかさあのオルゴールのさあ嘘オルゴールじゃない何ていうのなんかスノードームみたいななんかさあるじゃんこういうのの中で私がなんかワンタメと一緒にハハハみたいなやってるような感じに見えませんあのなんか上にリボンついててさすごいかわいいなってもう本当に本当に 好きですね <laughs> はいっていうこんな話はね置いといてでそう書いていただいてねそう,のもう本当に最初にお願いしようって思った時よりも本当にす,すごいすごいイラストをもらってでもね目で描くジャケット写真もあの獲得なんていうの用意できてよしついに。 あのリリースするぞって時にやっぱ9月に差し掛かってて何日がいいかなって思った時にチャンネル登録の日が9月22日なの思い出してこの日にしようと思って9月22日に設定しましたねみんな聞いていただけたら嬉しいなと思いますたくさん聴いてほしいですねあのもうすでにね高評価ボタンとコメントもねたくさんもらって本当に嬉しいんですけどあの そうサブスクにはコメントとか書けないから、あのコメントで感想とか書いてくれると本当に嬉しいなと思います。そうで、あの、スメルさんのね、このジャケット写真のイラストは、えっと、スズリっていうサイト、アプリもあるんだけど、それで、私がオリジナルグッズを出してて、ロズエイリストもゆっていう <laughs>、あの、名前でね、あの、スズリっていうサイトで 出してます、えっと、第1弾がショールームで使ったあの作ったあのそのワンタメ愛犬のワンタメと私をなんかイリュージョンした感じのなんか犬人間みたいな <laughs> の,あのグッズ T シャツとかあの作ってあのそれの第2弾で今回はジャケット写真の,あのジャケット写真の, <laughs> あのグッズ。 を作りましたあの是非私も買ってるのでお揃いにしませんがあの普通にねあのいいなって思ったら買ってほしいなっていう感じですはいあの是非サイトをチェックしてくださいあのロズレイロズエイリストって何やろうかとさっきバラが好きって言ってたけどなんやろうなと思ったかもしれないんですけどあの押したら出てきますので私のそのショップのあれが 出てくるのであの、理由も書いてますので、ぜひチェックしてください。あの、もし買ったら買ったよっていうのも言ってください。<laughs> はい、あとね、えっと、そう、タイトルね、あの、最後に載せるってなったときに、タイトルがね、タイトルなしで、まあ、もらったんですよ。この曲はなんて曲ですって言われなくて、そう,、まあ、そうなんだけど <laughs> あの、タイトルは私が決めなきゃと思って、え、どうしようってすっごい悩んだんだけど、 まあ私はね一応ね人間なので迷 <laughs> え、まあ、ばとかありますけどまあ人間なのであのもし私が吸血鬼だったらみたいな感じで「IfVampire」っていうね曲名にしましたそうこのタイトルは私が考えてました <laughs> そうであの全部小文字にして「V」と「M」って字だけ 大文字にしてますここはちょ,っとちょっとだけこだわってます。<laughs> なんでやねんと思うかもしんないけど、あの、こだわりポイントです。はい。てな感じで、えー、今日伝えたかったのは、チャンネル登録100人ありがとうっていうのと、えっと、9月22日にチャンネルの設立記念日、迎えたよー&アンド、ファーストシングル大したよっていうのと、あと、えっと、 <laughs> あジャケット写真で、あのー、オリジナルグッズ第2弾増えれたよっていう動画でしたと。これからもね、たまに、まあ、こういうね、なんか喋ってる動画を出したりだとか、あとは弾き語りもね、あの、載せたいなって思ってるので、あのー、実況もね、頑張って編集してます。<laughs> あのー、パソコンがね、悲鳴を上げないように頑張っております。そして、あのー、ショート動画もね、載せてるので、ぜひ。 いっぱい高評価ボタンを押してください。再生いっぱいしてください。よろしくお願いします。あとは、全部言ったかな。ね、ちょっと一発撮りだから、もし、なんか言うの忘れたなと思ったら、また今度にしたいと思います。というわけで、ここまで見ていただき、本当にありがとうございました。えー、いつもチャンネル登録してくれてる人、本当にありがとうございます。えー、ちょっとね、周りの人間に、 おすすめしてみてください。はい。というわけで、今日のトーク、トークショー、トークテーマは終わりました。というわけでまたね、またお会いしましょう。はい。最後になりますが、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、紫萌えの応援よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。